じゃあ、誘導を始める。まず…あ、何？何？なんかあった？って、それよりも…まっすぐまっすぐ！大変だよな。目印になるものは何もない。別に。あ、ロスコルに従っていれば。そこから十字のなんかこう大きめの危険はないみたいだけど。何が見える？コンテナ？コンテ…なるほど、コンテナね。うん、これは誘導に使える。こちらロスコル、ちょっと手が離せないという方向は合ってるから、そのまま。ロスコル。PSS コール。こちらマリオン、聞こえるか？市長。状況は？女はまだ見つからない。それにロス。敵はいるのか？今はいない。では聞いてくれ。時間、まだ若い頃、プロジェクトの目的はクローニングによる種の。うん。昔
北極熊。我々はそので DNA サンプルを少々と生体からしか得る。我々は熊にデータ採取作業は。しかし我々、いや巨大な熊相手に間もなく作業は。市長はのんきに。奴ら機内に入ってくる気だ。老兵は貨物ではない。ふん、ご勝手に。おい姉ちゃん。私、女とロスコルを頼んだぞ。うん、責任持ってくっつけろと言いてえが、とにかく二人を守って。クソ、来やがった。フォボス、マリオン市長。お嬢さん、お待たせ。ロスコル。さて、誘導再開。ロスコル、ドラコがた…うん、ドラコのブス。敵が中まで入ってくるって。さあ、任務。オーケー、次は…ようやく半分ってとこだな。ここからコンテナは見えるか？うん、見えたら。あ、ごめん。なんだよ。あ、8時の方向に別のコンテナ。了解。フィジカルリペア。ロック。ファイヤー。モルタド。それそれ。7時の方向に。迷わないようにな。よし、オッケー。次は9時の方。いいぞ。そのまま待つ。了解。北極熊の穴。あは、あれ。
そこ、何がある？やった！中に女性がいるはずだから。保護って。救助要請。私はマナグレイ。誰か聞いていますか？救助要請。私はマナグレイ。ギブソン博士。フォボス、発信源には誰もいなかった。どうすればいい？悪い、今考えられない。お嬢さん、ロスコル、聞こえるか？うん、聞こえる。こっちはもう終わりだ。生き延びろよ、お二人さん。フォボス、簡単に諦めるな。簡単じゃねえよ。そろそろ来るんじゃない？おかえり。え？鍋の気配が消えた？そうだといいけど。